池田恒興伝ショートムービーファースト。父は尾張織田氏の家臣池田恒俊、母は養徳院の子として尾張国で誕生します。父の恒俊は滝川家からの婿養子だった。池田家に入ります。早くに死去したとされる。強くなれ。母の養徳院は織田信長の乳母であり、後に信長の父の織田信秀の側室となり、娘、お態度のを出産している。王子様と呼ばれます。幼少の頃から信長の小姓として織田氏に仕えた。仕えます。小姓仲間を口論の末に切り、信秀、信長の怒りを受けて伊勢に追われる。追われます。信秀死後の尾張茅津で行われた茅津合戦にて手柄を挙げ、信長に帰参が許される。取ったぞ。信長の弟、織田秀俊の未亡人、全王院を正室に迎える。迎えます。信長の弟で謀反を企てた信雄を清洲城で討ち取る。討ち取ります。